モンスターハンターワイルズ2025年2月28日発売決定うおーついに来ましたねはい、どうも、ジールです。ということで、本日行われていたプレイステーションの情報番組にて、なんと、モンハンのプロモーション映像4と発売日が発表されましためちゃめちゃ熱いですねてっきり東京ゲームショーの方で情報発表があるのかなと思っていたので、マジでびっくりしました。 ということで、プロモーション映像4とか公式サイトね、見ていこうと思います。また今回、絶滅種っていう、模範の資料集とかにしか載っていなかったね、名前も出てきたので、その辺についても後半で軽く話していきます。ていうことで、まずはプロモーション映像4ですね。これ、映像、冒頭のゲーム内映像とかになるのかな いやマジでね熱すぎます今回はいでまずこれが多分火の森のベースキャンプっぽいっすねそ,ですそしてえっと初めて見る新キャラも何人か出てきてますこの人この幸薄そうなおじさんこの森最高なんかバハリさんみたいな人いますねこれは火の森の異常気象になるのかな,な、ね、だから知らない知らない海流子いる やってきたね大型モンスターいやーでかいなんか竜と両選手の中間みたいな見た目してるしイメージ的に言うとザボアザギルっぽいこれ見た目はなんかでもネロミールなんだよないや、この波送ってきてるのやばそう攻撃範囲おかしくないどうやって回避するんだろうこれ これ天気変わってるだからやっぱ火の森も、えー、3つくらいね気象があるっぽいねで釣り, <laughs> 釣りがなんか変わってるこれよこれマジで何このフィールドなんか過去に出てきた遺跡系のフィールドっぽい感じもするしこれダム破壊してるダム結果が出てきたねで何お前っていうね獣人種の新しいやつっぽいですねちょっと牙がかわいい ファイルが肉持って逃げてる <laughs> ロボットみたいなこと言ってる <laughs> でこのモンスター完全にディノバルト <laughs> なんかちっちゃくなったディノバルトいる <laughs> さらにやっぱ今回お供のね回復とかありますねさあこっからですよこっから あまじで楽しみすぎる白の声そして空飛ぶね調査船っていうねはいそしてレイダウト新モンスター絶滅種つばぜり合いもしてるね総裁だねこれ 無の操作かっこいい。そして、<laughs> 僕も武器が欲しい。これ、あれかな武器を持って復讐しようとするけど、みたいな、そんなストーリー撤回されるのかなはい、モンスターハンターワイルズ。 パッケージ公開。さらに、2025年2月28日、発売決定と、さらに本日からね、予約も始まっております。予約特典とか、早期購入特典で言って,て、早期購入特典がギルドナイトシリーズと5席、予約特典がこんな感じとなっていますね。さらに、エディションは、スタンダードエディション、デラックスエディション、そしてプレミアムデラックスエディションの3種類と、プレミアムデラックスエディション、買わせていただきます。 では、公式サイトを見ていきましょう。まずはね、パッケージの方とストーリーの部分が更新されています。少年ナタと白の声をめぐる人と自然の物語。数年前、ギルドが調査したことのない未踏の領域、金属地との境界で一人の少年ナタが保護された。謎のモンスターの襲撃から単身逃げ延びた彼の言葉を手がかりに、ギルドは調査隊を結成。白の声と呼ばれる モンスターの調査と襲撃されたこれ森人一族でいいのかなの救出を任命されたハンターたちの調査隊の旅が今始まるということでやっぱナタ君がかなりストーリーの主軸に置かれていそうだしなんかこれまでのモンハンのストーリーとは特にワールドみたいなね自然との調和とは全然違ったお話になってきそうでめちゃめちゃ楽しみです はい。そんなね、新モンスターの情報も出ているので、見ていきましょう。こちらですね。アルシュベルトってことで、今回のパッケージモンスター、メインモンスターは、サジンリュアルシュベルトっていうらしいですね。名前かっこよくない。そして、このね、なんか全体的に白いフォルムっていうのは、モンハンのメインモンスターではなかなかいないですし、この鎖側みたいな武器を、これ気になりすぎる。で、説明が、 調査隊が白の光栄と呼ぶ、鎖のような独特の形状をした翼が特徴のモンスター。別名はサジン竜。で、絶滅種と認識されており、その生態は謎に包まれているって書いてあります。絶滅種これやばいですね。 てことで、絶滅種について軽く触れるんですけど、こちら、モンハンの設定資料集の一つである、ハンター大全ってやつがあって、それに名前が載っているものになるんですよね。 モンハンハ世界ににおいいいてててて過去存在しししすすで絶滅まししまったた生物たちのことを言わ、まあ、かりやすいのだとティガレックスの祖先でワイバーンレックスっていうやつがいたりするんですよねめっちゃ見た目がティガレックスに似ていてティガレックスがこう昔のねモンスターの姿形をかなり保っているみたいな話があるんですけどそのあたりはこういった設定資料の部分と繋がっていますただ絶滅種っていうのはこれまで設定資料集で では明記されていたんですけど、ゲーム内ではね、多分名前すら上がっていない、そんなレベルのものなんですよね。それが今回ゲーム内で登場する。てか、なんで絶滅種って確定しているモンスターが、 モンハンのね、現代の時間軸にいるのかみたいな、この辺がストーリーの根幹にも触れてくる部分だと思いますし、絶滅種と認定されているってことは、多分このアルシュベルトって化石とかが見つかってるモンスターになるんですよね。そういったのがゲーム内でどう描かれるのかっていうのがマジで気になります。 他に今回公開されたモンスターを見ていきます。まずは、ハゴロモ竜、ウズトゥナ。ここは奴の縄張りだ。もう逃げられないってことで、火の漏れにおける生態系の頂点に君臨する海流種だそうです。豊富な水源に適応した生態で、集中豪雨の際に目撃されることが多い。体から分泌する成分と水を合わせ、ベール状にして体表を覆う、ハゴロモ竜とも呼ばれるっていうことで で、こちらですね、集中豪雨の際に目撃されるっていう風に書いてあるんで、多分火の森の異常気象が集中豪雨なのかなって言った感じがします。で、このモンスターね、PV で見るとかなりブヨブヨした感じだったんですけど、こっちで見ると意外と顔がスマートなんですよね。多分この辺が携帯変化みたいな感じの生態があるモンスターじゃないかなって感じがします。で、あと周りのね、この歯衣部分なんですけど、この辺りがやっぱネロ見え メルとかでね見たような感じもありますしやっぱり絶対的にこう水のねグラデーションみたいのでこの辺の表現がさすがモーハンワイルズ最新作だなって感じもしますそして新モンスター最後の一体エンビリウケマトリス長く発達した尻尾を持つ重粒種のモンスターで発火性の物質を巻き尻尾で地面を擦り発した火花で炎上させる獲物をめぐって小型肉食竜と争うことも多いと ということで、あの、ディノバルドみたいなやつですね。まあ、ディノバルドの劣化版というか、介護官みたいなビジュアルと、なんか、性能してますね、まあ。モンスターのサイズ的にもそこまで大きくなくって、重流衆ではあるんですけど、アンジャナフとかよりも小さく感じたのでね、まあ、あくまで序盤モンスターくらいの立ち位置かなと思います。 獲物を狙って小型肉食竜と争うこともあるなんて書き方はされてますしね序盤の炎属性モンスターとしての今回地位を確立しているのかなただちょっと気になったのが序盤の炎モンス枠ということはアンジャナフとかアケノシルムとかそれこそヤンクック先生とかは今回出ないのかなーって感じがちょっとっしちゃいましたね枠がぶり的なところで個人的にクック先生には復活して欲しかったんでちょっと悲しい部分ではあり 火の森とかかでひょっこり出てくれないかない他にも新情報があるので軽く見ていきます。まずは、火の森の部分の紹介映像がちょっと変わっていますね。 で、こちらは説明文を見ると、この地では異常気象として激しい豪雨が発生するって書いてあったんで、やっぱね、さっきの新モンスターとこの辺繋がっています。で、さらにもう一つ、モリバーのアジトってやつが公開されてますね。これあの PV でできた獣人種みたいなやつですね。火の森では獣神族のモリバーに出会うこととなる。森の一角には様々なモリバーが集まって、生活するアジトも存在するってことで、これね、各マップごとにいろんな村がある じゃないかって話していたんですがそれが今回火の森ではモリバーという獣人族のものになっているみたいですねってことはあと2つくらいあるであろうマップにもなんかいろんなね種族がいたりしそうでめちゃめちゃ楽しみです次に登場人物ここも変わっています主人公一行とその他重要人物っていう分かれ方をしていてまず主人公たちが、えー、こちらが鳥の隊っていうのに所属しているらしいです謎の少年ナタとともに白のコエと呼ば れるボンサーの調査を行うと。 そして、その他の重要人物の方、こちらがですね、いろいろ変わってます。まずは、ファビウスさん。これ、ついに名前公開ですね。ハンターズギルドの公職、などの発見を受けて、金属地調査隊を発足し、各小隊の編成と任命を行った編成主観かつて、巧妙なハンターとして活躍していたということで、これはね、やっぱ、かつて活躍していたとか、現在、ハンターズギルドの公職ってことを考えると、やっぱ、モンハン 4G で出たヒットランサーなななんじじゃないかなって感じがします次に星の隊ですね。こちらが主人公たちとは対予なすとか別の隊みたいな感じで結成されてます。まずは元々公開されていたオリビアさん。次にめちゃめちゃ可愛いオトマイルのアトス。 そして、こっからが新キャラですね。まずは、エリック、星の体に所属する編さ者。専門は生物学で、学術院でその名を知らぬ者はいないってことで、まあ、やっぱ生物学の人なので結構、バハリさん味の雰囲気を感じますね。でさらに、 学術院っていう風な名前が出ていて、これも久しぶりかな。ワールドでは出ていなかったような気がするんですけど、えー、学術院っていうのが、モンハン世界における、まあ、なんか、めちゃめちゃでかい研究組織の一つですね。ダブルクロスに流暦院っていうのが出たんですけど、それとはまた別の研究機関となります。ゲーム内で名前が上がる、王立諸子隊のところの組織だったと思います。そして、もう一人が、ヴェルナーさん、星の隊に、 所属する加工屋で物理技術の専門家で一部の武器に適用された原理の開発者でもあるこれもしかして新武器系作っ た人なんですかねチャージアックスの創造主とかだったらどうしようでまあなんかそんな凄そうな人なんですけどこの顔のサチの薄さめちゃめちゃ好きですじゃあ最後に特典情報とか見ていきましょうえまずはこちら早期購入特典みたいなやつですねギルドナイトシリーズを5石の希望の5石がもらえますこの辺確かライスとかワールドにも似たようなのがあったんでそれって感じですねまあ、今回重ね着がギルドナイトシリーズこのギルドナイトっていうのがモンハン世界 においてねちょっとやべえハンターたち取り締まる人たちみたいな設定があるんでその辺が今回のね重ね着で出るっていうのがなんかストーリーに関わってそうな感じもしますねで次に各ゲームのエディションですねまずはスタンダードエディションゲーム本編だけのが9900円そしてデラックスエディションが特殊なねパックが付いて11900円そして最後プレミアムデラックスエディションが後日配信予定のコスメティック DLC パックの1と2とプレミアム特典がついて13,900円という風になっていますまあ、ワールドの時も確かね1万円ぐらいの値段だった記憶があるのでまあまあそんな感じとこんだけねゲームに開発期間がかかってるんだから妥当な値段かなっていう風に思いますそして特典はこんな感じですねデラックスパックだったらなんかカブカブトムシャみたいな重ね着とかがもらえたりペイントとかスタンプとかも入ってますねでプレミアム ゲーム特典の方になると龍神族の耳だったり、なんかポーズや bgm が入ってるっぽいですね。bgm の英雄の証2025再録ってやつがめちゃめちゃ気になります。で、コスメティック dlc パックってやつが2025年の春と夏頃に配信予定でこれがですね。モンハンアップデートに合わせて毎回見た目を変えれる課金コンテンツみたいなやつが登場するので、多分それの配信というふうになると思います。 あとは、プレイステーションストア限定予約特典として、モーハウワイルズのデジタルミニアートブックついてきます。いや、これちょっとね、見たすぎるから、まあ僕はもともとプレイステーション5で買おうかなって思ってたんですけど、これ見て、やっぱプレイステーション5で買おうって思いましたね。 はい。ってことで、今回は以上となります。やばいです。情報、マジで熱いですし。なんならですね、明日木曜日にさらにね、新 PV が公開されることが公式から発表されています。それも楽しみだし、今と東京ゲームショーのでね、私有体験もあります。自分は私有体験、ビジネス制の方で参加してくるんで、もしね、なんかこういうの見てほしいとかいうのがあったら、コメントで書いてくれたら確かめてきますので、ぜひぜひコメントお願いします。はい。では、こんな感じで動画を 終わっていきましょう。よければね、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。